長穂由紀さんの新曲、思い出に抱かれては、初顔合わせ、作詞に、和翼氏、作曲に、徳久浩二氏、編曲、矢野辰巳氏、主人公の純愛を、ひたむきな言葉で語る、大人のバラード、2020年10月7日発売、長穂由紀さんの新曲、思い出に抱かれてです。あんたの笑顔もこれで見納めや。始発電車の音が聞こえてる。10月7日発売、長穂由紀さんの新曲、思い出に抱かれてでした。シュルシュル